どうもー。はい、ですね、一つの作業で二つやるということですね。まあ、いつもやってるあのブックメーカーの検証、はい、まあこういうところでね撮っております。はい、まあ、今移動中なんで、あとね、そうこのこいつね、大事よ、これないときついですから。ここであの久保哲郎の編集も終わりましたよ。久保哲郎の編集は iMovie でまたガソリンスタンドで仕事やるやつって僕ぐらいですよね、多分。ガソリンスタンドで仕事するのって僕ぐらいですよね。まあいつもこんな感じでガチャンコしてるんですね。はい、ガチャンコ、はい、はい、これもガソリンスタンドで終わらせました。そしてこれもガソリンスタンドで、はい、まあ、仕事風景でございます。よいしょ。吉谷はどうやって動画を撮ってるんだというね、あのガソリンスタンドで撮っておりますよ。良い子は真似しないように。まあ、ここ田舎のガソリンスタンドなんでね、まあ、移動しながらの場合はまあこんな感じでございましたよ。まあネットビジネスはどこでもできるということでございますね。おごってほしい。仮面ブックメーカー投資の検証委員、お疲れ様です。3級ベッド結果報告です。本日は3ベッド1729円のプラスでしたということで、今日も買っております。今日はですね、ちょっとこの仮面ブックメーカー投資の検証の仕事風景を撮っております。まあ、それは別枠で動画アップしますんで、興味ある方は見てみてください。では今日も買っております。以上です。アングルが悪いですね。アングルって言ってもね、仕事してる感を出さないと。もう超ということで、今エンコードですね。エンコード、まあ、こんな感じで仕事しております。いやいや、まじこれ乱暴な動画ですね。めちゃめちゃ乱暴じゃないですか。リアリティがあっていいでしょ。リアリティがあって乱暴でいいや。もうやる気がない。もう視聴者の方のあれを全く考えないっていう。ちょっと疲れたからね。さすがにいつも勢い余ってるんですけど、兵庫から下道で茨城に向かってますけど、まあ、ちょっとね疲れてきちゃいましたね。多分フェス終わって多分6時間ぐらい運転してると思うんですけど、でもな、やっぱね、なんだかんだ言って車が僕は好きだなと思いますよ。やっぱ車運転してるのが一番楽しいですね。まあほんとぶっちゃけ車の事務所でいいんじゃねえかなっていう。車事務所で、車家で、車が家で、車が事務所でもいいんじゃないかなと思いますけどね。あとね、デザリングでアップロードできるんで、なんかね、ソフトバンクのウルトラパック50ギガ
あれね、繰り越し分、繰り越した場合繰り越し分1ヶ月しか持たないから使った方がいいんですよね。結局その使わずなくなってく部分も僕の場合あるんで、だからトゥードゥで絶対やってるやつはもうデザリン、まあ今までね、あの漫画喫茶まで全部行ってたんですけど、めんどくさくなってきたんで、もうデザリングで全部今アップしてます。だからもうこれだけは上げときたいなってやつはもうデザリング、まあ久保さんのやつ上げとかないといけないし、そのなんか上げないといけないやつですね。まああと溜まってる動画は Wi-Fi 環境のあるとこでババッとアップしたいと思います。はい、ということで今から移動したいと思います。では。